こんにちは、セゲンです。今回はこちら、ちゃんとビーパル2020年10月号、今月号もまた面白い付録だったので、買ってきました。今回はこちらですね、トング、ソロトング、ということでこちらを見ていきたいと思います。はい、では、このショーズから出ている4ウェイ肉専用ソロトング、こちら開封していきたいと思います。じゃんと、こんな感じですね。こういう風に分かれてるんですね。ちょっと想像してませんでした。一つがこうナイフの形状、一つがフォークの形状って形ですね。ということで、まずはトングバージョン、4ウェイなんで、いろいろ使えるんだと思います。まず、こういう風にスリットを合わせますと、そうするとトングの形になります。これは実は一回もうやってるんですけども、最初はこれぐらいの状態なんですね。直角なんですね。で、力を入れてこうやるとちょうど金属に癖がついて、トングとして使えるようになります。こんな感じですね。まずこれが第一弾、ソロトング。はい、このトングいいですよね。収納がコンパクト、こういう風になるっていうのが見そうな気がします。というのも、今まで自分どんなトング使ってたかっていうと、こういうトングです。これはこれで使いやすいんですね。ただちょっと収納が難があった。意外と長いんですね、これ。だからクッカーボックスとかに入れた時に微妙にこうはみ出たりするサイズだったりしたので、あったんですけど、ちょっと比べてみると、だいたい半分ちょっとですかね、長さ的に。ということで非常に収納がいい、トングになると思います。で、まあ、4Way なんですけども、まず、ここ。ナイフですね。こんな感じで、ナイフとしても使える。で、こっちはフォーク。ナイフ&フォーク。これで 2Way。で、もう一つ、まあ、最初の、これが、まあ、トングが一つ目。ナイフ、フォーク、三つ目。で、四つ目が、真ん中のスリットに入れます。そうすると、こんな感じ、十字になります。で、これ、よく見覚えがある形だと思うんですけど、何かっていうとですね、こちら、アルコールストーブのごとくになるんですね。こんな感じのごとくになります。ということで、4Way になるんですけども、やっぱりまあ自分としては、この収納がこれで済む、トングとして使うのがやっぱりいいのかなっていう。で、材質はおそらくステンレスですね。しっかりした、意外と重厚な感じがあります。まあ、かといって重いっていうところまではいかないです。しっかりとした金属を感じる重さになってますね。まあ、本当であれば肉とか焼いてとかっていうのはあるんですけども、今回は開封ということで、使い勝手 4Way どんなものか見ていきたいと思います。まあ、以前のもので組み合わせると、こんな小さい焚き火台、焚き火台がありましてと、あとこれも出てるやつですね。だいぶ使い込んでますけど、ビーパルのこれも付録の鉄板で、ここでまあちょっとした肉を焼いたりウインナーを焼いたりとかして、このトングで取ると、こんな感じですね。ということで、
ソロ用のコンパクトになる、ソロトン、こちらまた、ピーバルの付録として2位が出るんじゃないでしょうか。ということで今回は短いんですけども、これで終わりたいと思います。今月号もピーバルの付録最高でした。また。このソロトングなんですけども、一個だけちょっと不満があって、まあ、トングこうスリットに差し込んで使うんですけども、まあこれはこれでいいんですけど、結構このスリットの固定があまりうまくいかずに、こう外れちゃいがち、まあずれたりとかするので、まあそれを解消するっていうのもちょっと考えてみました。まあなるべく簡単かつ、ある程度の効力をっていうところで、最初はここの穴2つ開いてるので、ここに何か通そうかなと思ったんですけど、まあちょっとめんどくさいなと思ってですね、で、これにしました。私はこちら、このクリップみたいなやつ、まあ100均でよく売ってるやつ、これを使って固定することにしました。まあここの上にこれだけ、これで結構ずれないんですね、トングとして。まあ置くときも多少ここがあれになりますけど、まあ気になるなら、まあ下でもいいですし、下の方がちょっと固定力は落ちるんですけども、まあ実用する分には全然、問題ないかなっていうところで、私のこの肉専用ソロトングの固定方法はこのクリップで、解決しましたというところで、ちょっとした小ネタでした。まあまあいいっす。